方に住んでました。南方に住んでました。およそ200メートル先、左方向です。この辺は完全住宅地。もう変わったね。変わった？うん。まもなく左方向です。その先200メートルで左方向です。そこに南方小学校っていうのができたよ。ここ南方2丁目ってなったね。あ、小学校あるね。こっちまた奥まで行っていい？うん、先に行ったと文学史公園があります。そこまで行ったらこれができてうるさくなったからです。うちはこの山のところに、うん、その辺よ、そこはうちやった。これ、あ、ここはうちや、ここまでうちや。広がった。こんなとこ公園ができてる。もうどんどん変わっていくさ。真正面が油山ね。真正面、うん、まだ上、まだ上があるよ。え、どこに続くのこれ。まあ山やけど南方山も広い。もうちょっとしょっとしたら左かもしれない。あ、見て見て、なんかいい感じよ。ちょっとあっち、どう行ってみよう。どう、あ、なんか廃墟がある。あ、大丈夫。ここすごい地区やね。ここ、でもこれなんか古い家や。古いけどさ、家だよね。家や。あ、これさ、中に行けるよ。だけどイノシシ出るけん。ちょっと待ってよ、うん、畑風地公園、うん、ほら新しいじゃん。 これやないかな。遺跡飛行、なんかない遺跡。こっち野犬注意って書いてあるよ。野犬もイノシシもおるて。あ、これだ、石碑公園。違うかな。そこになんか書いてない。こういう石、あ、そうだ、ここまで歩いてきよったん。なんかやたらと石碑が。だから石碑公園やったよ。あ、これね。ここも南方江です。石垣がね、えらい組んである。今はなんかちょっとジャングルみたいになっとるけど、一応こうやってトイレとかもあって、まあ公園として整備はされてるんですよ。だけどね、ここすごいのは、なんか石碑がね、やたらと置いてある。わ、ここ景色いいよ、ほら。こっからさ、めちゃくちゃ景色いいよ。たださ、この辺りってなんかさっきさ、野犬が出るだの、イノシシが出るとか、いろいろ書いとる。なんかヘビ乗っとるやん。え、出没注意ってマムシもおるてよ。大丈夫、今この時期は大丈夫。あ、でもさ、こう森林浴のコースなんだよね。あ、でもあんまり人が通ってきないような感じね、これ。まあ歩ける人には行っちゃない。ここ今どれかいな。今現在地ここやん。あ、ここか。だから上上までほら歩いて上がるよって。ここに固い展望台ってあるった。これネットに載っとった。おお、すごい、こんなところにこんなところが。うん。わあ、なんかすごいとこやね、ここ。しかもね、めちゃくちゃいろんな石碑だらけね。昔はそう言ったっちゃろ、今はその風地公園っていうのになっとる。どっから持ってきたっちゃろね。だけどこうやってちゃんと説明とかもさ、つけてあるやん。さ、40年前からしたら変わっとるでしょ。人来てないやん。おお、なんか雰囲気いいよ。でも、うん、私はこういうとこ好きやけど、
わ、すっごいよちょっと、うん、絡まっとるよ葉っぱ、めちゃくちゃ。結構前からあるわ。そうそう、うん、だけどいろんなとこからさ、ここに寄せとるね、うん、そういうことや、うん、そういうことじゃ。吉田さん、まだ奥にもいっぱいあるよ。隣のあるやつをさ、うん、捨てるわけにいかない。すごいところやね、うん、これ行けんようにしてあるけど、また多分奥にね、いろんなんがある。昔は行けたじゃない、何もかんなかった。これ城南区のスペシャルスポットやね、あんま知らんじゃないね、こんなところに。いや、ここすごいとこです。全部ね、いろんなもんがある。人生の夢って書いてある。あ、結構奥まで行けるってこと。あ、だけど行けないか。これ油山から来てたら、へえ、柵がしてあるね、あんまりだけん出るけんみたいな、あのイノシシやらなんやら、あんま奥に行ったら多分出るよ。捨ててないって、捨てるわけないやん、うん、捨てとんやなくて、ここに置いとるの。本当にいっぱいあるね。よいしょ。この辺もある、あるよ。ちょっと先生来て。よし。いや、なんか一応川があるって、ここに。まだね、奥の方多分あるけど、そこ柵しとうけん、ここまでですよってことやない？まあ、こっちはなんか行けたもんね。うん。これ山に登ったもんね、さっきから何回も。行けるやろね。うん、ただイノシシ出るよ。あんまり厳しい。本当？うん、椿が綺麗や。だけど油山ってでも椿いっぱい咲いとっちゃろ？だけど6世紀になんかインドから渡来した西岸商人が油山観音昇格寺で日本において初めて椿の実から椿油を、取った人なんだって、うん、だから油山って言ったね。そう、その話聞いたよ、うん、全部持ってきてる。なんかしかもさ、福岡のもんじゃないのもあるし、そう、これ徳島って書いてあるやんね。吉田さん、これ見て、京さんがさ、宮殿とかほら、西鉄とか、昭和59年と書いてある。大相撲の九州場所のほら優勝記念ってよ。昭和何年って書いてある？59年。まだ私が生まれるすぐや。俺はあれ、人たちに頼んだ。へえ、ねえ、灯籠も置いてあるよ。これ、この灯籠はどっから来たんねん。買い取るかな。あ、なんか買い取る。これでもだいぶ前からあるやろ、こんなん。これ商工会議所議員記念塔って書いてあるよ。ほら。でもね、漢字がね、昔の漢字やけんね、古いよ。ね。裏に年数、あ、書いてある。昭和33年ってよ、これ。カジマくんのあれもある。カジマくん友達やん。カ
西島不良、吉行っていうのはあれじゃな、あそこの新しい高宮の高宮邸ね、うん、昭和渡辺君のあのあれの、あ、渡辺一族、うんうん、あ、結構著名な人の名前入っとるね。あの聞いた名前いっぱい出てる、うん、だってだってこれ商工会の人やろ、だって、うん、景色は、あ、めちゃくちゃほらドームの方とか見える。うん、すごいね、結構高いね。もこれ高さだいぶある？ある、もうこの辺は横はジャングルやし、まあすぐお家もあるけどね。南片江です。ここが西片江で、真正面に副台が見えてます。でも南片江とちょっとまた雰囲気が違うね。うん、学生の、で新しいね。新しい、本当に。お、これ上に行けるか。あ、これ大学がある大きい通りに出るとかな。ああ、そうかもしれない。多分ほら、だけどこの辺歩いたらもう学生さんだ。これ綺麗やん、道。そうそうそう、めっちゃ綺麗やん。道はもう副台。お、副台行った。で、西片江ちょっと2丁目の方向に行きましょうか。これ副台病院東口で、白井さんがいた頃、40年ぐらい前までは病院はなかったそうです。これ道綺麗ね。うん、これ広くなっとる。この辺りは副台の左方向です。この先実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。昔はね、みんな下宿やったもんね。左方向です。地下行ってみよう。入り口としかない。はい、入ってる。7時から9時までは入ってます、ね、やっぱり今やっぱり学生の、あ、ここでこう、およそ300m 先、まあ、細い道やね。右方向です。上の方まで行けるよ。これでも多分もうワンルームとかアパートとか、ね、そんな感じ、うん、あ、結構坂になっとるよ。あんまりか、海まで。いや、まあ車やからいいけど、ちょっと待って。あ、まあ、西方、うん、そうそう。わ、すごいね、この坂。わ、すごい。アパート多いね、やっぱ。うん、まだ古いのもある。ほとんどアパートやね、マガシンみたいな。おー、結構な坂よ、これ。下って、ちょっと次メインの片江の方に。ただやっぱ南と西片江は結構ちょっと違うね、不便かな。片江の方がまだいいかもしれないね。片江はもう昔からいたけど、南片江はここよりも田舎や。住むんやったらあっち側の方がいい草で、ここは学生街で結構まあこの辺にはこんな上の方までなかった。まあ学校だけの往復ならさ、うん、この辺でもよかろうけど、そうそうそう、ちょっと差がきついよ。うん、まぶら山の中腹まで来た。ほんとアパートだらけやね。この辺の方が使い勝手があったんや。学校があったけどね、食堂やらいっぱいあった。学校なかったらそうそうなんじゃないよ。スタボロのアパート発見です。まあ、ズタボロって言っても、まあ、私レベル的には、まあそこまでは、まあちょっとズタくらいかな。昭和のアパートやね。すげえ、屋根がもう落ちよる。片江のメインストリートね、うん、ちょっと何号線かいな、これどこに続く道かな。やたらとお店とかね、なんか飲食店はたくさんある。ただ飲食店もどっちかってなんか FC 系やね。うん、うん、そうそう、これは道や、そうやね。うん、なんか個人のしゃれったのよりはなんかラーメンとかうどんとか、うん、みんながよく知ってるようなお店が並んどるね。ただやっぱこうやって一車線やけんね、混む。こういうのを考えて住まないけんね、うんうん、だってさ、博多駅とか天神通うんやったらさ、
やっぱ朝夕絶対混むよ。ね。こっからなら。だって西鉄バスやろ。地下鉄の駅までだってこっからちょっとあるんじゃない？ね。副台のところにある。うん。そこまで歩かないけんや、ね。お昼は、この辺お店、週末日曜日で開いてなかったんで、ガストにやってきました。ガストにやってきたんですけど、今ガストでですね、鳥羽シェフの限定、ちょっと見えるかな、有名なシェフの限定のこのコースが食べれるとね、これしかもガストなんでお得な価格でいただけることができますよ。とりあえずサラダとスープ聞きました。でこういうメッセージカードもついてます。なんかハンバーグがえらい美味しいんだってこれ、めちゃくちゃちょっと楽しみよこれ。感動ハンバーグだってさ、うん、感動しよう。でもサラダも美味しい。スープねめっちゃ美味しい。これでも普通のと違うねやっぱりね。うん、この界隈大学生が多いんで、普通のね安くて美味しいお店が通常はあるんですけど、やっぱ日曜日閉まっとくね、うん、だけんねこういうところがもう満席やんね。お客さんめっちゃ入ってるよ。てかね、もうお昼時を過ぎて、まあでも日曜日やからみんなゆっくり食べとるね。うん、ナッツかなんか乗っとる、うん、ナッツ美味しい。うん、で白井さんはお年を召しているので、この 5% 割引クーポンがもらえて今日からずっと使えるそうです。さあ、じゃあちょっといただきましょう。とにかく感動よ。ちょっといただきますね。あ、柔らかい。めっちゃ、おーおお、肉汁すごいね。ちょっと待って、これ見えるかな。飛び出した飛び出した。これさ、通常のさ、安いのとちょっと違うね。これデザートまでついてますよ。ドリンクバーは自分でつけてください。おー、ちょっといただきます。うん、柔らかい、美味しい。違う、はい、通常版のハンバーグとは違う。あと肉汁も美味しいよ、めちゃくちゃ。デザートタイム、デザートまでついてます。これぐらいがいいね、腹八分でね。腹八分ね、結構お腹いっぱい。まあ十二個ぐらい、うん、十分以上。あ、美味しい。この生クリーム、生クリーム違う、安いやつ違う。食べたら分かる。あのバタークリームみたいな、美味しくない？あ、美味しい、これ。うん、やっぱこのセットもだいぶなんか違うんかね、クリームも通常版と。あのね、うん、値段が全然美味しい。あ、美味しい。なんか優しい味、このクリーム。俺なんかあちこち痛い。どうしや。美味しい。この後はちょっと片江の街を歩きます、ね、なんで片江って言っちゃうのね。油山観光道路かね、ここね、うん、車が多いっちゃうね、うん、まあ住むんだとさっきの通りかな、やっぱり。だって
だってだって、あっちの方がお店がたくさんあるしさ、だってここ奥行ったらもう油屋根しかないやん。うん、夜でもね、車がだんだん通るからさ、あ、入って中に入ってちょっと待って、あそこのバスどこに行くんか見たい、うん、これ市民プール、うん、今お直し中やん。あ、本当だ、へえ、城南市民プールって、まあ今はねこの時期に直しとかなね。あ、でも冬とかでも温水とかでやるとかいな。ちょっと待って、城南市民プール前、こっからどこに出とうかって言ったら、あ、吉塚とかぐらいまでも出とるやん。あ、ね、なるほどね、うん、少ないね、でもね、まあこんだけあったらよかろう、上等った。土曜日はさ、博多駅多いね、うん、でも平日って見てこれ、 あ、こっちにもあるけど、まあ、どげんかなの、この博多駅行き、うん、ね、うん、大丈夫よ、こんぐらいやったら大丈夫ね。これ椿やんね、やっぱりさ、油屋の近いけん椿だ、うん、ね、うん、椿油やけん、あっそ、似とうね、うん、こっち曲がってみる、ちょっと、でも椿によう似とるよこの、うん、ほら、あの色がこんなに散らばっているのさ、なんかこれ臭みとか、汚らかろうが、汚いとか言ったらいけん、なんでなんでって、きれいやん、そうね、バラバラに散らからん、あ、そうた、そうそう、これ一番初めに入ったんですよ、そう、これね、車で来たね、最初、こんなとこ鉄塔があるよ、うん、こんなとこに、ほんとや、すごい霧が出とるもん、上の方とか油山の、370メートルしかないけど低山や、うん、だけどさ、だってどこにさアパートとかあったやん、そうだね、うん、だけど大学に近いかなんかあるね、借りておるから買って帰って少し綺麗にしちゃうんだよね、あー、そうやもんね、だけどほら、うん、今昭和レトロとかでさ、うん、あの結構好んでいく人もおるった、これなん、金柑、昔前、あ、これ金柑、これ金柑ね、うん、金柑や、で形がでも金柑っぽくなくない、金柑か、これ横のはこれなん、それはわかんない、あれやない、イチジクやない、なんかそんな身だけど、これなんかイチジク館長の形に似とる、そうね、これ、うん、いとろ、そうそう、うん、これは昔ね、建物やね、ああ、ほんとやね、これも空き家か、こういう感じから入ったらね、うん、これは人が住んでるやろ、こっちは空き家です、うん、あれやったら、僕この辺やったらあんだけ借りる、うん、借りる、この辺いいやん、いやー、こんなとこ、こう今、都会に寸胴圏だけどさ、あ、この辺はでも割と古いお家が残っとるね、うん、建て替えたらこんなになっちゃう、うん、真向かい公園や、硬いなんちゃら公園やない、うん、中に入ると静かやね、そうね、うん、すぐね、家族のちだったらこういうところで暮らすんだ、この辺だってさ、あの旧地名日川町になっとるもん、旧地名はね、うん、島の海橋のあそこ日川、うん、あの源流は源蔵の池、源蔵の池、何公園かな、片江中央公園とかそんなんやの、うん、ね、ここうん、畑がある、うん、細い道、こういうとこでなんか育てるっちゃろうね、いいやん、これぐらいあったらなんやらかんやら植えれるよ、うん、田んぼか、うん、
ここぐらいじゃないですか。ね、ここ何階な、ね、変わっとるよ、うん、店違う、昔ながらのなんかやな、工場かな、うん、うん、そうやね。これワンルームやったら多分相場的にはまあ3万5千円から4万2、3千円とかそんなんで、うん、まあ5万ぐらいだと綺麗なとこかなみたいな。これでまあ3万、うん、いいとよくて。でファミリー世帯だとまあ6万5千円から7万5千円とかそんな感じやな。城南区やからね。うん。ただ車がないとおすすめできませんね。ね、城南ってさ思ったけど城の南やから福岡城から見て南ってこと？そうです。そういう意味やろ。こっちは北やけどさ、うん、海の方。やっぱ福岡城基準なんやね。ここ一丁目、片江一丁目。北方へ、そう、あのバス停は北方へやけど今は北方へっていう地名はねないっちゃん。これ道沿い結構一戸建てが多いね。ほとんど一戸建て。うん、こっちも。だけどさ、駐車場さ意外に利用者が多いっちゃんね。ずっと車走らしとったら意外に駐車場使っとるやん。あのコインパークで埋まっとるもんね。うん、ね、海が近い、ね、そうそう。だけどね、あっちはガラガラっと、だから意外に早かったりする、うん、そう、うん、うん、まあ車がいります、うん、ね、で、ちょっと渋滞も覚悟。そうね、うん、渋滞はします。たださ、街中にね、住み慣れたらさあんまり奥に入れんくなるもんね。だってこの通りで混むってことだね。これがねめっちゃ混むの。これ今何時ね、3時ぐらいでこれやけど、ほんと朝とか夕方はいっぱいやね。寄り道コーヒーよ。寄り道コーヒーさん、この中では飲めないけどお持ち帰りができますね。そうですね、持ち帰りだけ、うん、ここに一応全部こういうふうに。そうそう、すごいね、いい匂いがするんですよ私はちなみにこれを買いました、はい、ありがとうございます。うん、コーヒーが好きで、私お酒飲まないんで、はい、常にコーヒーなんですよ。なるほど。で、結構いろんな、まあ、喫茶店だったりとか、はい、あの古いお店とか変わったお店とかいろいろ巡ってます。なかなかディープな街を選びましたね。ディープな街歩きのお姉さんですからえ、ここはお店何年目ですか？店は7年ですね。あ、7年、はい、あ、結構長いっちゃね、うん、まあそうですね、うん、その前はどこ違うところとかで？はい、あの移動販売車で、いや車でコーヒー売っとったの？そうです。へえ。3年半ぐらいやってる。うん、移動販売って今増えたね。でもね、今はですね、めちゃくちゃ多いね。食べ物もね、その当時はそんなに多くなくて、うん、まあ、ある意味ちょっと変わったという。そうよ、ね、昔はね、はい、うん、3年ぐらい前からね、移動販売。そうそう、まあ、コロナの影響で結局そういう営業ができないんで、うん、車でやろうかみたいな人が増えたと。はい、そんな感じで増えましたけど、僕はもうその頃にはもう店をやってた。ああ、なるほどね、はい、おいくつなんですか？年ですか？49です、うん、若いやん、まだ、ヤングや、ヤング、いやいやいや、私の方が先輩ですから
全然ヤングですよ、49とか。え、今年50って感じでしょ。そうですね、うん、はい、え、地の人ですか。こっちの、はい、人間です。もうずっと片江。あ、まあ言うたらそうですね、うん、はい、城南区。城南区、城南区も変わったでしょ。そうですね、まあ言うたら、うん、昔はここは西区でしたから。あ、ここ西区だったの。はい、西区だったんです。それが再編され、うん、城南区に変わって。あ、なるほど、はい、だから城南区は新しくできた。あ、言ったもんね、うん、新しくできたっちゃうね、はい、そうです。あ、ここ西区か。もともとは西区です。うん、僕は西区の時におったね。西区のコースにおった。あ、いや、僕も南方。ほら、はい、あ、一緒です。いわゆる中野町ってわかります。昔で言う、このほら、南方へ小学校っていうのがあるじゃない。はい、あれができる前に僕はそこに住んでる。あ、まさにそう。だからうち実家はそこにあります。ああ、中野町公園。昔からあそこ。昔から。あそこ丘だったもんね。そうです、丘です。それを切り崩してね。そうです、そうです。だからそこに家がまだあります。ある。あります。あの上に、上というか、まあ横向かい側。ああ。